それでは、ただいまより先週のうちに謝罪を申し上げます。それでは、どうぞ。皆様、明けましておめでとうございます。発表項目は特段ございません。管理者らのご質問ですか。そうですね、昨年大きく静岡県は47都道府県の一つから世界に羽ばたくことのできる存在感のある地域であるというような地平に出たのではないかと、大きく脱皮したのではないかという感想を新年になって改めて持っている次第でございます。静岡の長く大事にしてきました着サバ、これが世界農業遺産になりましたし、富士山が世界文化遺産になりましたし、さらに南アルプスもエコーパークへの申請をいたしましたし、静岡が誇る食材の宝庫としてのこの食材を活用する日本の和食が世界無形文化遺産になりました。そうしたことから静岡は今東京の橋だとか、あるいは中京圏の橋であるとか、そうした辺境感というものから ほとんど、出し得まして、むしろ世界の中の静岡としての存在感が高まった、大きく蛇の年にふさわしい脱皮をし得た年ではないかという一年ではなかったかと存じます。そうした中で、今年は静岡県が静岡中心主義になるというのではなく、むしろ日本のため世界のために何ができるかという、そうした立ち位置をしっかりと見据えた上で今年の県政を一緒に歩んでまいりたいというふうに思っております。まずは何と言いましても、この1月17日に臨時の中央防災会議が開かれます。で、3月には中央防災会議正式の会議が開かれまして、中部地方において特に東海地域におきまして基幹的広域防災拠点がないものでございますから、ここを中央政府の方でしっかり見ていただきまして、もうすでにこれまで関係者から基本的にそこしかないと言われている静岡空港が基幹的広域防災拠点としてしっかり歌い込まれるように、それをしっかり訴えてまいりたいというふうに思っております。それから、3月下旬からではありますけれども、花博10周年ということで浜松を中心に、お花の祭典がございます。で、これは極めて重要なことというふうに捉えております。やはり、日本は四季折々美しい花が咲く、そうした国でございますので、その春と夏の期間の美しい花々の祭典をしっかり歌い上げてみたいと思っております。で、また夏にはそうしたお花から出てきたフラワーデザインというアジアのコンペティションというんですかね、アジアカップというのが沼津でございます。グランドオープンするプラサベルデと、このオープニングをことほぎつつ、これもお花で飾りたいというふうに思っております。そうした中で、このいかにも世界文化遺産富士山にふさわしいような地域だということを内外にアピールしていきたいというふうに思っています。さは去りながら、やはり経済は一見、株高であるとか、その円安による輸出額の増大などによって上向いているような印象を持つ人も多いんですけれども、他方で経済を実際に営んでいる人々の生活、産業のレベルで見ますれば、決して豊かになっているという実感がないというのが現実であろうと思います。それだけに暮らしを大切にすると
という、あえて何でもない言葉のようでございますけれども、衣食住にこと書かないと、いやむしろこれが良くなるという、そういう施策を講じてまいりたいというふうに思っております。で、食は食の都づくりということで、この食をの材料を提供してくださっている第一次産業の方々、またそれを加工し最終的に消費者に提供される、それが食品の形、あるいは、レストランお菓子屋さんという形であれ、こうした食というものが豊かであるということでございますね。そして飲につきましては、今年夏の、いわゆる衣川の、この武者衣といいますか、侍シャツ、これが富士の国のシャツとして3年目を、迎えることになりまして、でファッションも相当高まってまいりまして、今年は多く女性の方々にもお召しいただけるような、そうした柄とか、なんて言うんでしょうか、フォームって言うんですか、なんて言うんです、まあ、そのシャツの形ですね、デザインが出てくるであろうというふうに期待しておりまして、これは本県の持っている伝統的な材料を新しい感覚で生かすということでございます。そして、森林が豊かでございますので、多くの改装新築、等で、まあ、公共建築は今でもありませんけれども、思いっきり建材を使うという、そうしたことで衣食住の材料を提供する方々、またそれを使う人々の暮らしというものが豊かになるようにしていきたいということでございます。まあ、そうした意味では経済産業部、その基盤となる交通基盤部、そしてこの文化といいますか、生活文化というようなところには特段の人材を配置いたしまして、ここの生活を支えると、暮らしを良くするというところに力を注ぎたいというふうに思っています。で、同時に、今人口減少が極めて厳しいので、この点につきましては、特に一番小さい赤ちゃんが、この若いカップルの間で、言ってますか、1人2人3人というように、子供を作っていいファミリー、家族を作っていくという文化がですね、生まれやすいような環境を、昨年から始めておりますけれども、それを軌道に乗せたいと思っております。まあ、いわゆる、保育士の資格をお母さん方がお母さんになれば取れるとか、あるいは保育に関わるベビー用品などはそれ自体が割引がされて、企業と、それから家庭というのが子育てにおいて上手に結びつくようにしたいと思っております。まあ、同時に、まあ、静岡県庁に今年中に、託児所のようなものが、まあ、保育園になるか託児所になるか、これは今アンケートの結果を待ちますけれども、まあ、これを設けまして、必ずしも県庁職員だけでなくて、多くの方々にご活用いただけるような、まあ、そうした形で、働きながら子どもと常に接せられるような機会が職場の中にあるというような、まあ、そうした環境を作りまして、一番小さなその赤ちゃんにとってお父さんお母さんが幸せであるような、赤ちゃんを通して両親が幸せになるようなですね、そういう環境整備から始めて、保育園の待機児童ゼロ、そして小学校中学校における、医療費を含み、育ちやすい環境というものをしていくということであります。で、小学校中学校につきましては、まあ、これは教育ということでございますので、まあ、この教育に関しましては今地方政府の方でも大きな転換を迎えつつあります。で、我々の方は、まあ、その動きをある程度これまでの教育再生会議の経緯を通して知っておりますので、半歩でも一歩でも
先んじた形で日本の教育改革の最先端に立ちたいというふうに思っております。でさらに義務教育を終えた後のいわゆる高等学校あるいは大学専門学校というところにつきましては、従来の座学を中心にした学問教育というところから実学を中心にすると。でその実学の中にはその社会性のあるもの、その中には芸術であるとかスポーツであるとかが入ります。でそして、農業とか商業とかものづくりとか大工さんも含めてですけれども、まあ、そうした手に職を持つことの訓練とあるいは学校といったようなところに温かい目を向けまして、そういうところで自分の才能を伸ばそうと思っている青少年たちを励ましてまいりたいというふうに思っております。でそうしたところの先生になれるのは必ずしも学校の先生ではありませんで、本県には農業経営士、林家漁業経営士ですか、など、まあ、実際以上先生格の方たちがいらっしゃいます。でそうした資格をお持ちでない方たちも、いらっしゃいますので、まあ、そうした意味でですね、全ての大人が一人前の大人として子どもたちを教育するんだと、オール静岡で、子どもを青年を立派な一人前の人間にしていくというそういう、観点から教育力、人材の育成というのに力を注げたいというふうに思っております。暮らしと人材というのが大きな柱になります。まあ、前提には今でもなく津波対策、防災対策というのがありますので、これは我々が定めました地震津波対策アクションプログラム2013-162のプログラムを前倒しで一つ一つ積み重ねていって、計画を立ててから10年の間で被害を8割減らすという目標を達成していくということがございます。これを前提にした上で、暮らしにおいて、質と量、まあ、質というのはこれはクオリティブライフでありますが、量というのは数字化できるもので、やはり暮らしの豊かさというのは広いところに住んでいるとか、お庭があるとかということは豊かさの感覚と結びついておりますので、暮らし環境倍増あるいは生活空間倍増ということで、いわゆる中山間地域、などを活用いたしまして、暮らしの選択肢を増やしていくと、従来日本の1955年の生活、の55年体制いわゆる 2DK 系列の暮らしの在り方から、家と庭が一体になったこれ集合住宅と、集合で使える、市民参入なものも含めてを、家には一体と言っておりますけれども、そういう暮らし空間を倍増するということを通して、こうしたところは力の安いところでしかできませんので、そういう意味では中山間地域というものに新しいフロンティアがあるんだということで、暮らし環境部を中心にいたしまして、そうしたモデル事業というものを お見せすることを通して、この暮らしの豊かさというものを、皆様方が実感できるような一例にしたいと思っております。ありがとうございました。それではただいまの発表をいたしますと、これに関連相談の質問についてございましたら、挙手をして質問の方をお願いしたいと思います。まだいらっしゃるでしょうか。すみません、NHK の島中です。教育についてお伺いしたいんですけれども、まあ、今年の初めの報道でもありましたが、知事のお考えの中で教育省について外部人材の登用をお考えであるというような報道もございました。今改めてちょっと知事 の、 その教育省登用に関するお考えとその狙いについてお伺いできますでしょうか。そうですね、これまで教育庁というのは静岡県下におきましては、教育庁経験者の
方々のご意向が強く働きまして、そうした流れの中で教育長が決まってきたという歴史があります。しかし学力が小学校6年生の国語でございますけれども全国最低になりまして、でそしてまた従来輝いていた静岡県の教育のシステムが実は世間にさらされて決して誇れるものでないというようなことも大きな新聞に名指して書かれたりしてですね、さらに子どもたちのために作られてきた生活の協同組合のシステムもこれも既得権益化しているという指摘も極めて多く寄せられておりまして、そうしたことを全体のトップにいるのが教育長です。ですから教育長はもちろん教育委員会の中で、この教育長、委員長、教育長というのは決まるものということでございますけれども、しかし、こちらが議会に、お諮りして同意を得るという人事でもございますので、従来のような形での人事に対しましては私としましては意見を言う機会があるだろうというふうに思っているわけです。で、そうした観点から言いますと、教育庁は教育行政のトップですから、したがって教育行政に長けた人でないといけないということはあると存じます。よく民間の治療ということがございますけれども、民間の、新しい治療を入れたとしても内部について分かっていなければそれこそ裸の王様になりますので、やはりそれなりの教育行政に、精通した人というのが望ましいということです。でそれは文部科学省というのがその日本における最高の文部行政のエリートたちの集団ですから、そうしたところから、アドバイス等を頂戴しております。正月1日にも山中伸一、事務次官と皇居においてお目にかかり、その点についてこれは陛下への新年のご挨拶に参った折に待っている時間に相当突っ込んだ話を2人でいたしました。そうしたことで文部行政のトップクラスの人たちが静岡県の行政に入ってくるということについて参与を得ておりますので、機会があればそういう人事案を出したいと思っております。すみません、確認なんですけども、文部科学省 の、事務次官の方にも要請としてそういったその人材を静岡県に派遣してもらいたいというような要請というのは行ったんでしょうか。これは教育庁に対してというのではありませんが、静岡県の教育行政のトップクラスの人たちのところに、国家のトップクラスの行政マンを、入れる必要があるというお考えを示しました。で、どういう方が教育長になるかというのはこれからもこういう名刺を挙げてからそれぞれ選任していただくということになるということで、そういうそのこういう名刺のところまでは言っておりません。ありがとうございました。静岡第一テレビの伊藤でございます。よろしくお願いします。今の点ですが、ということは国の文科省の方から教育長を招くというようなお考えも一つの選択肢としては終わりになるというふうに考えてよろしいんでしょうか。すべてオープンですね。文部科学省は、学校の先生を経験している人はほとんどありません。基本的に学校行政についてのプロです。でその方たちの、知見どれほどのものか私も見たことがないのでわからないわけですが、どういう人がお越しくださるのかということもまだ分かりませんので、何人来られるとかということも分かりませんが、私は課長ポストは全部オープンにしてあるというふうに申し上げております。
課長職以上のレベルの人が来られる場合にはそれなりの処遇をせねばならんということだと思います。もちろん文部科学省経験者というのも文部科学省の行政能力を本件に取り入れるということで選択肢に入っています。その他ございますでしょうか。朝日新聞の黒田です。明けましておめでとうございます。昨年の末に中部電力の水野社長が浜岡原発の3号機に関してもですね、来年度の早いうちに安全審査申請するということを、おっしゃったんですけども、それに対する知事の受け止めをお聞かせください。はい、水野社長とは昨年暮れに親しく、お話しする機会もございまして、安全審査については存じ上げておりました。でしたがってこれはぜひ受けられるべきであると、我々の方でもさまざまな機会を通じまして、特に防災原子力安全確実会議というのを通して、それには中部電力のトップの方々たちが関係するトップの方たちがご出席いただいて、いる会議でございますが、そこで安全をやっていると、安全に関わる議論をしておると、さらに安全を中心にしたより研究もしていただいているということでですね、でありとあらゆる観点からその安全性のチェックというものをしていただく必要があるの でそれは国を拒むものではないということで、中部電力がこれまで良心的になさってこられた、特に 5.1 5月14日全面停止になって以降試みてこられました安全対策というのは、9つの原子力発電所を持っている電力会社の中で群を抜いたものだというふうに思っています。でそれが審査の、国の審査検査に、耐えるものであるというご自身もあるというふうに思いますが、我々の方もその結果を知りたいということであります。ですから水野社長ご自身も、繰り返し強調されているように、そのこと自体が再稼働と結びつくものではないということでございます。安全審査は安全審査、それ以上のものでもいかないものではないということですね。もう一点それに関連してなんですけれども、中部電力、再稼働と直接結びつくものではないという話だとは思うんですが、もしその、知事が2期目当選後に、政治的な圧力で何かあったときに住民投票も考えられるんじゃないかみたいな発言があったと思うんですけども、そういう、政治干渉が止めたことで止まった浜岡原発をまた政治的圧力でなんか再稼働みたいな形になった場合に、知事は、やはり住民投票が望ましいと今もお考えになっておりますか。います。自分たちの安全は自分たちで守るということが大切で、人任せにしないということです。ですから、浜岡原子力発電所の近くにお住まいの方、特に浜岡原子力で働いている方々がそうですけれども、広くは静岡県民全体ですが、何しろ中部電力に電力の供給を仰いでいる地域が大半です。で今電力の河川状況を破られつつありますけれども、そうした中でも中部電力の存在感は高まっています。でそうした中部電力が仮に、その再稼働をするというふうな手続きに入るということになりますれば、その根拠も含めてですね、公のものにして上で、我々としては怖いであるとか、あるいは、なんて言いますか、イデオロギーのレベルではなくて、今静岡に位置している浜岡原子力発電所の燃料プールの空き容量はどれくらいで、これからその出てくるであろう使用済み核燃料の置き場所についてどのように、対処するかということなども含めてですね、全て明らかにした上で、どうですかということで、原発の立地の時に住民のご理解を得た上で、賛同を得た上で、
建設されたと同じように今回これほどの国家的なあるいは世界的な関心を集めていることでございますので、改めて原点に立ち返って自民の方々のご意見を聞くという姿勢は中部電力も持ちだと思いますし、でまた中部電力の方はできる限りきちっと説明をしたいというふうに何度も言われております。そうした説明を受けた上で判断を我々主権在民としての住民がするというのが筋であるというふうに思っています。中日新聞の唐沢です。すみません、ちょっと教育の問題で1点だけ、知事は日頃から教育、地域の独立はまず教育からということで、文科省からの独立、教育の分で独立していく必要があるというふうにおっしゃっている一方でですね、今おっしゃったようにその、県の 教育行政の幹部にそこから独立するという文科省の役人を据えてくるというところに、やっぱり矛盾を感じるような気がするんですが、その辺を改めてちょっとご説明いただけるとありがたいんですが、中央集権の中で地域の行政に関わっている省庁というのは補助金を出しているところですね。でその中には文科省も入ってます。他に農水省、国交省、厚労省、総務省、経済産業省のうち通称に関わらない部分、等々がございますけれども、そうした省庁、地方省庁で働いている方々は地域のために働くということが筋だという考えです。言い換えますと、権限と財源と人材という人に入ってらっしゃいと、地域の中に。これが私の考えですから、したがって地方省庁の方々は、これはお招きするという形だと違いますけれども、基本的に加法なさるということが筋だというふうに思っております。ですからそのことと教育の自立というのは矛盾するものではありません。でむしろ教育の自立という場合にはそうしたことにも増して、教育内容について、自分たちの子どもたちは自分たちと育てると、で地域に根ざした生きた知識を身につけるということが大切であるというふうに考えております。でそのことは今の義務教育で教えられている内容を否定するものでは毛頭ありません。すべてそうしたものは最低限身につくべきことではありますけれども、その上になお必要なことは、例えば富士山について、あるいは伊豆半島について、南アルプスについて、駿河湾について、あるいは本県と取れるような食材について、お花について、そしてまたそうしたものを利用して作ってきた静岡県の文化について、あるいは本県が生んださまざまな戦国の武将、あるいはその中でもとりわけ、一人挙げるとすれば徳川家康公とか、あるいは徳川慶喜公だとか、そうした方々を、通して、その歴史や伝統を学んでいくということの方が大切だというふうに思っておりまして、そういう教育内容について文部科学省の学習指導要領のみでやるというような、そういう、依存体質からは自立しなくちゃいかんということであります。そうすると今の教育委員会の事務局の幹部の方たちは知事の目から見て少なくとも教育行政のプロではないというふうに見られているということなのでしょうか。教育庁を除いてプロではありません。みんな素人です。教育庁はまさに教育委員会事務局のトップですから、静岡県の中における行政のトップを占めてこられた方ですね。しかしながらその、静岡県の行政、文部行政といいますか教育行政が地に落ちたということから本当のプロを入れてくるということですね。わかりました。新しい地を入れてくるということです。はい、樋口さん。毎日新聞の樋口です。今年もよろしくお願いいたします。
富士登山のことでちょっとお伺いしたいんですけれども、この正月も遭難事故が起きてしまってですね、まあ、亡くなられた方もいらっしゃるんですが、まあ、世界文化遺産としては来訪者管理戦略というのを策定を求められていて、まあ、こういった遭難事故がですね、こう起き続けることが世界文化遺産としてあり続けるために何かこう悪影響を及ぼすのかどうか、その点について知事のお考えをお伺いしたいというのが一つと、普賢山登山、まあ、やめてほしいという呼びかけはいろんな方されていてパトロールもされていますが、実際問題は強制できないという部分で非常に現場では悩みを抱えていらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、その点条例制定等ですね、何かご検討されるお考えはないか、この2点についてお伺いしたいんですが。そうですね、普賢山の登山というのが危険ともう背中合わせであるというのは登山者全てが心得ていることなわけですね。富士山に限らず、まあ、全ての高い山々については言えることであります。宇山さんのような素晴らしい登山家も、まあ、綺麗だったでしょうか、カナダで遭難されて、されてしまいました。ですからどんなにベテランの人でも冬山厳しい登山ということになるのは、まあ、これは常識ですね。ですからその、登山で遭難者が出たので、富士山の世界文化遺産登録に悪影響を及ぼすかどうかということは当たらないというふうに思っています。3000メートルを越す山に冬に入るということはもうそれ自体が死を覚悟していかねばならんぐらいの危険を伴うと、にもかかわらず、行かれる人がいると、でそれはそれなりに自信を持って行かれるんだと、しかし本当のベテランでも、まあ、そうした難に遭うと、いうのが冬山登山の、まあ、冬山に限らずですけども、特に冬山登山については言えるということですね。でそのことによって、富士山の文化遺産としての価値が定、低くなるということはないというふうに思います。条例に関しましてはこれは、富士登山を禁止するというところまで行くべきかどうかというについては、よほど議論をしなくてはならないのではないかと思いますね。登山というのにはどこか修行的なところがありますでしょう。で訓練をされる場合もあるので、一種の人間の生き方の何て言いますか、お学ぶところというのが登山ですわね。で、これについて冬山でそんな人がいたのでいるので登山禁止というような条例を出すというのはそぐわないようにも思います。しかし、禁止をした方がというあれと冬山登山はなるべくしない方がいいというふうな呼びかけをですね、富士宮市長さんがなさっておられるように、これはもう実に人間的な命を大切にするという観点から言われているので、まあ、最もであると、まあ、それを、条例にするかどうかというのは別次元の話ではないかと思います。読売新聞のこちらを申します。申し遅れました。1月2月と代表幹事読売毎日 NHK に変わりますので、およろしくお願いいたします。真ん中が毎日ですか。新年度予算の絡みで一点お聞きしたいんですが、先ほど経済、まあ、交通、生活、文化、特段の人材を配慮したいというふうにおっしゃってましたけれども、人材以外にもやはりそのある程度 お金といいますか、そちらの方も手厚くするというお考えであるんでしょうか。これは限られた予算をいかに最適に配分するかということがございますが、その時々の優先事項があります。でこの全般期に関しましては、この防災とそれと何しろ4月の、
この消費増税 8% と睨みながらやらなくちゃいかんので、この予算にも、まあ、そうしたことに対する備えがあるかどうかということがございます。で、今度4月には例えば経済産業部長は60歳でいらっしゃるので、ご定年ということになりますね。で、そうした時に十分にそうしたことの任に耐える人を考えなくちゃならんと、で、そしてまたそのチームも考えなくちゃならんということでございますが、まあ、それぞれ適材適所になるように、そこのところで、一部の隙もないような人材が揃っているというようにしたいと思っています。平尾さん。 SBS テレビの平尾です。ご質問よろしくお願いします。2点お伺いしたいんですが、まず1点は静岡空港なんですけれども、今年の6月で丸5年になりますけれども、韓国船がですね、まあ、足穴も今ちょっと減便などしまして、で、国際情勢などもありまして、まあ、今ちょっと国際線の苦戦などもあると思いますが、まあ、オリンピックまではまだ時間があるとしまして、何か、お客さんを増やすような手立てを今ちょっと緊急に考えていらっしゃるのかっていうのが1点とですね、あと学力のことについてなんですが、ちょっとこれ期待度といいますか、今回その行政のプロも文科省から今お呼びして、で、現場に指導主事を入れられると、で、県教委の方も今いろいろ対策を取っていますが、まあ、実際には来年度からになるんでしょうけど、どのぐらいの成果を期待していらっしゃるか、学力が実際どのぐらい向上していらっしゃるのかっていうような、向上するのかっていうところの期待度をちょっと教えていただけたらと思うんですが、まず第一の、静岡空港ですが、国際線にもまして国内線の方が今は元気がいいわけですね。しかし国際線も全国で利用者数が一桁台、まあ、8あまりあたりということで決して低くはないんですが、本当に平尾さんのご指摘のように中国韓国の場合に政治情勢が大きく影響を及ぼすということがあります。で、一方でまあ、そうしたところから自由な外国もあるわけですね。で、そうした中で本県が定義を持っているのが台湾です。ですから伸びるところをより大きく伸ばすというやり方を考えております。例えば台湾は3便4便5便というようにもう最終的には毎日1日1便と往復ということが可能なようにですね、今両方で追い風をこう受けながらやってるわけですけれども、またあるいはタイとも向こうの政府からの要請もありまして、定期的な形での、いわゆるチャーターフライトをですね、チャーター便を飛ばそうというような申し合わせもできてるわけですね。まあ、韓国なんかについて来いというふうにもなかなか言えませんね。でもできる限りのことはしています。で、一方まあ、オリンピックというものを見越してですけれども、静岡空港が東京を含めた日本のために成し得る貢献があるというそういう新しい大面上もですね、まあ、見えてきました。有事の時に使える、あるいはオリンピックのような国家的行事の時にも使えるということですね。まあ、有事というのは特に富士山の噴火というようなことでございますけれども、まあ、そうした時に後輩が来ないというふうに見込まれる、西側に空港があるということの重要性は国交大臣もお認めになっている通りでございますんでね、まあ、そうしたことも踏まえて国際線については、あくまで中国、韓国に対しては友好的互恵互助関係を進めることを通して、静岡県の存在をアピールする従来通りのことをしていくということであります。そして伸ばすところを伸ばすという、そういう方針ですね。中間づく台湾、タイといったようなところは焦点に入っております。それから学力というのは、なるほど、今の教育委員長が言われているように、ある種のテクニックをきちっとマスターすれば上がっていくものでしょう。で、それはそれとしてなさればいいというふうに思うんですが、まあ、従来のこういう、日本の学力についての固定観念がありますね。文部科学省が指示されるような形での学力を上げていくということですが、まあ、それについてはそもそも学力とは何かというような議論をしてもいいのではないかと思っているんです。
ですから毎年毎年同じように受けるのか、数年に1回受けるのかというようなこともですね、議論されないままに来年も受けるというような形で今教育委員会で議論がなされていると。でまた教育委員会におきましては来年の学力を上げるためにさまざまな措置を講じられていると。でそれはそれとして否定するものではありませんけども、一方でですね、静岡県の子どもたちの学力、あるいは21世紀の背負って立つ、子どもがどういうふうにして教育するのが一番いいかというふうなことを一般的に言えば県を挙げて議論をしてもいいという、そういう考えを持っております。で、まあ、来年仮に学力が47位から1位になったとしても、それで、なんか有頂天になるとかというふうな、そういうことは私にはありません。でまた、学力テストを一辺倒になることを通して、偏差値教育とかあるいは点数至上主義になるんじゃないかというふうな心配もしてはいないんです。例えば秋田の子どもたちが日本一になったと、あの子どもたちの様子はもうしょっちゅうテレビで放送されてますけども、あるいは学校の先生も含めてその点数至上主義とはほど遠いですね。ですからその秋田の方は高校や大学はそれほど目立ったところはありませんね。特に大学などはみんな全部東京に取られてるわけでしょ。ですからまあ何のためにどういう青年を育てるべきかというような議論はですねやっていいと。でそうしたことは案外私学でなされているのではないかというふうに思っています。なぜかというと国の学習指導要は参考にされますけど、参考にするだけでそれぞれの学校の創立の創学の伝統とか精神とかといったものをしっかりと先生を通して子どもたちに教え込むということをなさっておられる。そうしたものこそ真の教育の教育者の姿であろうというふうに思っているわけですね。私はそういう意味での静岡流のですね教育があっていいと思っているわけです。今の教育委員会の実像を見てみますと、もう文部科学省の言っていることをもう、そのまま正面から受け止めてですね、もう権限服用して、それを実施するという、もう実に奴隷根性を丸出しでですね、そういうふうな教育行政をやっているようではいつまでたっても立派な子どもは育たないとそう思ってます。でむしろ結局子どもたちはみんな最終的に東京の方に出てしまってですね、若者を県外流出ということにもなると。だからむしろこちらが真にこの日本の新しい、国づくりを担うような、それにふさわしい学問教育をしているということになりますれば、まあ、そうしたことを日本をモデルにしてやりたいと思っているような近隣のアジア諸地域からはですね、また違うこと見られるだろうということで、私はもう東京を相手にしているのではなくて世界を相手にした形での静岡県の教育というものをどう構築するべきかと、まあ、地域学とグローバルでかつローカルなグローカリズムといいますか、グローカロジーとでも言ってきますか、地球地域学とでも言いますか、そうしたものがですね合わせて、高校以上になると思いますけども、やっていくことを通して、義務教育にもこれが影響を与えていくんじゃないかというふうに思っています。まあ、実際そういう例は静岡の総合高校が近くの小学校に伊豆のジオパークについていろいろ自分たちの工夫をしながら出前授業をしてますね。そうしたことに表れている、ああいうものこそ理想です。じゃあよろしいでございましょうか。じゃあ以上をしますので、会見の方をお願いします。で引き続き記念撮影を行いますので、会場準備します。ちょっとお待ちいただけますか。じゃあありがとうございます。